そして足立区のバカストイックマン牛久潤太郎選手 VS アンダーグラウンドエンペラー萩原恭平選手1ラウンド1分で牛久選手ニータップでタックルしかし萩原選手倒されない離れるスタンドが続き残り30秒お互いのパンチが同時に当たるも牛久選手が効かすここでゴング2ラウンド15秒で牛久選手タックル背中を突けさす萩原恭平選手立つも牛久選手バックに回っているここのコーナーは 牛久選手のところなので、堀口京二選手などからアドバイスが飛ぶ。しかし、萩原恭平選手、うまく離れる。残り2分で牛久選手、再びタックル。マウント、肘、そこからバックに回り、首に手を回したところでゴンク。3ラウンド、牛久選手、即、組付きに行く。スタンドの状態でバックに回り、がっちり4の字フック。おぶさった格好で牛久選手の手が首に回るも、ここは萩原選手、決めさせない。 何度か繰り返す。と、このまま終了。判定は3-0で牛久選手の勝利。マイクは、勝ててほっとしている。僕が階級上げるって言ったら、盛り上がりますかね。まだわかんないんすけど、ATT、まだまだこんなもんじゃないんで、と、階級上げるの